マリボル。マリボル、スロベニア語、マリブは、マーリボル、ドイツ語、マールブルグアンデアドレア、マールブルクアンデアドラウは、スロベニア北東部の市、スロベニアの中で2番目に大きい都市であり、11の特別市のうちの一つである。マリボルは、ドラバカワとポホリエ山地が出会う場所、ドラバカワ国にある、シュタイエルスカ地方最大の都市で、 オーストリアのグラーツとはおよそ 60km 程度の距離である。1164年、マルヒブルヒ、マーチバーチ、中高ドイツ語で3月の城で知られる城が、シュタイアーマルク広告における記録に記された。マリボルは1204年に初めて城近くの市場として記載され、1254年に町の特権を授けられた。1278年、 神聖ローマ皇帝ルドルフ一世が、ボヘミア王をおたかる二世に勝利した後、急速に町は発展した。マリボルは1480年と1481年の2度、マテアス・コルビヌス軍に、1532年と1683年の2度、オスマン帝国軍に包囲された。市は1918年まで、ハプスブルク家の支配下にあった。 19世紀以前のマリーボルはカトリック教会のグラーツイコール石ウ市教座に含まれ、1859年6月1日にはラバント市教座の一部となり、司教校の本拠地となった。司教座の名前、スロベニア北部、コロシュカ地方を流れドラボグラード村でドラバ川に合流する川の名前が1962年3月5日、マリーボル、司教座へと変わった2006年4月7日、 ローマ教皇ベネディクト十六世によって、司教座は大司教座へ昇格した。第一次世界大戦前、死の人口80%はドイツ人で20%がスロベニア人であった。都市と公共生活の多くがドイツ人の手に握られていた。そのために、死のドイツ五名マルブルク・アンデア・ドラウが主として知られていた。 1910年に行われた最後のオーストリアイコール、ハンガリー帝国の国勢調査によると、マリボルト郊外のステュデンツイ、ドイツ語メイブルンドルフ、ポブレツイエ、ポバーシュ、テズノ、テゼン、ラドバニエ、ロトバイン、クルツエビナ、カルトショビン、コシャキ、ライターシュベルクは、3万1995人のドイツ人と6151人のスロベニア人で構成されていた。拡大した。 周辺地域はほとんど排他的に、スロベニア人が占め、多くのドイツ人は、プトゥイのような小さな町で暮らしていた。第一次世界大戦中、ケルンテン公国、コロシカ地方のドイツ語名と、シュタイアー・マルク公国の多くのスロベニア人たちは、伝えられるところでは、帝国の敵となったことで止め置かれ、オーストリア人とスロベニア人との間の対立がさらに引き起こされた。 オーストリアイコールハンガリーの崩壊後、マリボルの領有を、スロベニア人、クロアチア人、セルビア人国と、ドイツイコール、オーストリア和国の両方が請求した。1918年11月1日、メリエの弊社で、アントン・ホリク大佐によって会合が持たれ、死が、ドイツイコールオーストリアに併合されることが決められた。陸軍少佐、ルドルフ・マイスター、スロベニア5名。 ルドルフ・マイストル、ルドルフ・メイストルは、その会合に出席し、決定を拒否した。同日、シュタイエルスカ地方の国民議会によってマイスターは、将軍の地位を与えられた。そして、ドイツからの完全な解放を勝ち取るために、マリボルで、スロベニア人の軍事部隊が組織された。ドイツ兵と、士官全員が動員を解除され、新たにできた、ドイツイコール、 オーストリア共和国へ送還された。市議会は秘密の会合を開いた。ドイツイコールオーストリアが、スロベニアの地を得ることが可能か否かを垂らす。決定だった。彼らは、出馬、主や緑の警護兵という軍の一部隊を組織した。およそ400人の腕の立つこの部隊の兵士たちは、マイスターを脅かし、11月23日早朝に、スロベニア軍が、ドイツイコール、 オーストリア側を武装解除するのを率いた。その結果、マリボルにおいて、マイスターの幹部に対して、実際の脅威はなかった。1919年1月27日、ドイツが待ち望んでいたアメリカ合衆国の和平、代表団が、マリボルの市場広場にて、スロベニア軍によって攻撃された。数千人の市民たちが恐れを呪ののいた。9人が犠牲となり、 80人以上が重傷を負った。最終的に確証されていなかった射撃にその責任があった。ドイツの情報源はきっかけがないのにマイスターの軍が射撃したと非難した。ポハル博士のようなスロベニア人目撃者はドイツ側が視聴者を警備するスロベニア兵を攻撃したと証言した。何にせよドイツ人死者たちは非武装の人々であった。 ドイツのメディアはこの事件をマルブルクの血塗られた日曜日と呼んだ。マリボルがスロベニア軍の支柱にしっかりと収まり、完全にスロベニア領に囲まれてから第一次世界大戦の戦勝国とドイツイコールオーストリア側との間で1919 19年9月に締結されたサンジェルマン役で盛り込まれた国民投票なしにマリボルは ユーゴスラビア王国の一部とみなされるようになった。1918年以後、マリボル在住のドイツ人たちはその多くがオーストリアへ向けて出国した。特にマリボル周辺に出自を持たない将校たちだった。ドイツ人学校、クラブ、そして団体は新国家ユーゴスラビア王国で閉鎖された。それでも1930年代の主人公の25%を ドイツ人が占めていた。文化的同化の政策が少数派ドイツ人に対してユーゴスラビアで進められた。これはオーストリア国内で少数派スロベニア人に対してドイツ化が行われていることに対する反応であった。しかし、1930年代にこの政策は廃棄され、少数派ドイツ人の地位は顕著に改善された。1941年、ユーゴ領 シュタイエルスカ地方はナチスドイツに併合された。4月下旬にこの国を再びドイツの手にと支持者を鼓舞していたアドルフ・ヒトラーはマリボルを訪問し、マリボル城内で地元ドイツ人らによって大歓迎会が催された。占領後すぐにナチスドイツはスロベニア人大量追放に着手し、スロベニア人をクロアチア独立国セルビア後には ドイツ国内にあるナチスの強制収容所へと追放した。ナチスの目標は戦後の主体エルスカのスロベニア人をドイツ化するか絶滅させることにあった。多くのスロベニア愛国者たちが人質にされ、後にはマリボルやグラーツの刑務所で銃殺された。これがユーゴのパルチザンが組織されるきっかけとなった。広範囲にわたる軍需産業を持つ主要工業中心地であるマリボルは 第二次世界大戦末期に連合国の組織的空襲を受けることになった。多くの地元、ドイツ人たちは地元、スロベニア人に対する犯罪に巻き込まれた。1945年の大戦終結後、残っていたドイツ人らは個別の犯罪行為の証明なしに、ドイツ人追放でマリーボルを追われた。解放後、マリーボールは対オーストリア国境とイタリア国境に、 鉄のカーテンを建設しないという地等の決定によって権限が与えられ、西側陣営との行き来が市民に許された。1991年にスロベニアがユーゴスラビアから分離すると、ユーゴスラビア内の市場の喪失が厳しく市経済を緊張させた。マリボル経済は重工業を基盤とし、その結果失業率がおよそ25%に達する。 最悪に標準になった。状況は1990年代半ばから改善された。これは中小規模のビジネスと工場の成長のせいだった。スロベニアは2004年に EU に加入し、2007年には通貨ユーロを導入、2007年のクリスマスにスロベニアイコールオーストリア間で国境すべての管理が廃止されたことでシェ条約を批准した。マリボルノシュタル。 観光地には、マリーボル大聖堂、12世紀、コシック様式。現在マリーボル大司教座がある、視聴者、ルネサンス様式がある。は15世紀以来の歴史を持つ。市内には1961年創立のマリーボル、大学、その他各種学校がある。フィロキセラカにも合わず400年以上前からあるという、世界最古のワイン用武道、がある。 マリボルをホームタウンとするプロサッカークラブは NK マリボルである。このクラブは1999年から2000年シーズンの UEFA チャンピオンズリーグに出場した。毎年1月、市郊外のポホリエ山地の斜面にあるのスキーセンターはアルペンスキーワールドカップの女子回転と大回転の試合を開催する。この試合はスロベニア語でズラらリシツさ。 黄金の狐の名で知られる。毎年6月2週間のレントと呼ばれる歌詞にチナムが催され、100を超える音楽、演劇など各種行事が行われる。マリボルは2000年にアルプス300都市と名付けられ、2012年度欧州文化史とにポルトガルのギマランイスと共に選ばれた。2013年冬季ユニバーシアード大会の開催地に決まっている。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。